これでなんか変わるか。おっしゃー、いけいけ、おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー、オーバー。はい、こんにちは、まーちゃん寝る前のです。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのダイストファブリー8ダッシュ AB とロングベイランチャーセットとロングベイランチャー L セットです。はい、2018年9月22日本日発売のこのベイブレードバーストの3商品買ってきました。今回は全部一気に開けて遊んでいきたいんだけれども、その前に黄金の5秒間この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。はい、そしてこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いね。うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがダイストファブニー8ダッシュアブソープですね。うん、じゃあセットしてみましょう。はい、うん、まあ中間くらい、ちょっと柔らかいかな。うん、はい、こちらがガイストファブニル8ダッシュアブソープですね。うん、すごいかっこいいね。すごいね。で、3つの竜がですね、ここに3つあるんだけど、回転時はこの竜がこんな感じで口を閉じるみたいなのね。うん、で、回転が弱まってくるとこれ口開けるんだな。そう。で、吸収なんだよね。うん、だからこうやるとガブガブできるんだよね。そうだね、噛み噛みしてるような感じになりますね。うん、で、ディスクは8ダッシュですね。うん、8より若干大型化されてるんだって。そうだね。で、ドライバーはアブソープですね。うん、これね、ナッシングとリボルブがくっついたような感じだね。うん、ちゃんとこう、ナッシングみたいにへっこむようになってるんだね。そう、うん、先はリボルブみたいな感じで回るようになってる、ね、そうだ、回るようになってますね。そう。で、ドライバーの先がね、ちょっとギザギザしてるのね。うん、で、へっこむとこれ、しっかり、なんだロックロックされるっていうか、ギザギザが噛み合って止まるような感じなんだね。うん、これで回転が高速になるみたいな。おお。そしてこれがロングベイランチャーセットに入っていたパワーランチャーグリップとパワートリガーとロングベイランチャーね。これちょっと長めになってんだってね。うん、あ、結構長いかも。うん、これ引き切るの結構大変かもね。確かにね。ツールとエクステンドチップだね。そうだね。エクステンドチップはエクステンドドライバーの下をね、取り外して付け替えるパーツですね。そう。エクステンドプラスドライバーにするためだね。続いてこちらがロングベイランチャー L セットですね。うん、で、こちらがロングベイランチャー L だね。これも同じようにすごく長くなってますね。うん、そしてカラビナグリップとブラックのウェイトダンパー。ガイストファブニュー強化用のプルーフフレームもついてたね。そうだね、これついてたね。うん、はい、はい、で、このエクステンドドライバーをちょっとエクステンドプラスに変えてみようか。うん、変え方はまずツールを使って一番下のパーツを取り外ししちゃうからね。バチッとはめて、うん、よっ、押し出して引き抜くんだね。そう、それでこのエクステンドチップをはめるセット。おー、うん、これでいいんだね。エクステンドプラスドライバー、はい、はい、こんな風になってますね。うん、一番低いのがスタミナモードで、一段上げるとディフェンスモードで、一番最後まで高くするとアタックモードになるね。あ、なるみたいですね。で、今回うちらは赤いエクステンドじゃなくてこの黄色のエクステンド使いましたね。うん、こっちの方が色が合うかなと思ってね。じゃあこれらの装備使っていつものアングルでシュートしていきましょう。はい、じゃあガイストファブリーで早速シュートしてみましょう。はい、こうしゃ、おー、こんな感じ。おー、回ってる。あー、これもがっつりスタミナ系だね。うん、じゃあ早速対決していきましょう。エイシン君が使うのはガイストファブニル8ダッシュアブソープでいきます。はい、じゃあ私は ZRK です。11エクステンドプラスでいきます。はい、アタックモードね。うん、3、2、1、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、いけ、吸収。さあ、吸収だ。いい具合にアタックしたけどね、もう継続になってる。そうだね、もう無理なのかな。もうこっち勢いがないもん。あー、てかガイストファブニルでかいんだけど。でかい、でかい。あー、勝っちゃった、勝っちゃった。3、2、1、おっしゃ、よし、今度こそ大丈夫。あった。やっぱバーストむずいのかね。そうだよ。どっか緩いのにな。パパ自滅派だったね、今ね。うん、結構壁に当たっちゃったからね。ダメか。だが意外とスタミナがある絶対です。この後どうなるのか。ほら、最後の勝つ。3、2、1、おっしゃ。うわ
何今の、何今の。ちょっとここ乗っかっちゃったね。ここにこう乗っちゃったみたいね。何、ノーカウントではすいません。はい、3、2、1、ゴーシュッ。おし、おし、いい感じ。おし、うー、おし、おし、消せ、消せ、消せ。あらー、渾身の攻撃だったんだけどな。バーストはできない。でも意外とやっぱりスタミナが残って最後は勝つってパターン。あー、ドロー。プルーフフレームを8ダッシュディスクにつけました。了解、じゃあそれで改造でいくのね。うん、3、2、1、ゴーシュッ。おし、おし、おし。さあ、プルーフフレームがついたから何か変わるのか。エクステンドプラスのおかげかわかんないけど、なぜかあのスタミナが混ざってたからね、うん、この後だよ、この後。やっぱりでもバーストできなさそうなんだよな。真ん中にとどまって、また吸収。やっぱこういう終わりになるのか。いつもドロー、スリー、ツー、ワン。じゃあちょっと変えました、スタミナに変えた。おこれでなんか変わるか。おっしゃー、なんとスタミナの方がバーストできる。スリー、ツー、ワン。吸収。さあ、スタミナ最強説がまさか出てきたことで、スタミナの方がディスクに当たるのかな。いや、そんなことないから。あ、でも今回は違うそうだよ。さっきたまたまか。たまたまだね、さっきは。たまたまだね。あ、よかった。はい、じゃあ私はこれに変えます。ブラッティロビンスセブンリボルブですね、はい、今回は789のキャンペーン、うん、全部予約揃ったのでこれでやっていきたいなと思います。ちなみにレベルチップ付きだよ、うん、あ、ちなみにね、あの左のランチャーなかったので前派ランチャーに戻します。うん、ガイストファブリーにレベルチップを付きました。はい、スリー、ツー、ワン、ゴー。左対左、レベルチップついてるよ。そうだね、お互いについてるね。さあ、どうなんの。吸収できないスタミナ対決だからね。ドンゲヌスきつそう。えー、わお、スリー、ツー、ワン、ゴー。おっと、いい当たりをしてるんだけど。バーストしてやれ。ドレイパーブリーにバースト力なさそうだよね、なんかね。あ、ドレインじゃねえ、間違えた、ガイストパブリー。あー、厳しい角度だけど持ちこたえてる。ロンギヌス、すごいすごいすごい。あー、ダメ。イエーイ、3、2、1、ゴーシュ。いけ、いけ、おっしゃー。じゃあパポン、これ使わせてください、うん、ガイストパブリング8ダッシュプルーフアブソープですね、うん、で、レベルチップ付きです。ジェターケース11エクステンドプラスレベルチップ付きでいきます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。ディフェンスモード。おい、いいね、いいね。ディフェンス、スタミナじゃなくて、うん、そう、ディフェンス。ディフェンス、あれでもなんかアキレスが、やっぱりこういう対決になっちゃうんだね。うん、最初のシュート直後の動きが全然パパの方が激しかったからあれと思ったんだけど、分かった、ま、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。アタックモードに変えました。 おっしゃ、おっしゃ、オーバー。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっし、いい感じ。あさっ、さあ、あぶない。あ、さあ、吸収モードに入りました。吸収です。あれ、あー、うわ、ギリギリやった。はい、ということで今回はベイブレードバースのガイストファブニュー8ダッシュ AB とロングベイランチャーセットとロングベイランチャー L セットでした。はい、ということで今日の動画が、あー、もしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、それとチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでガイストファブニュー微妙な感じだったけど、うん、ちょっと気になるけどね。またね、超絶改造ガイド入ってましたんで、この改造元にですね、今度バトルしていきたいなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。